はい、ありがとう整体の平野です。今回はですね、自然テーマとしては自然療法、東洋医学、気の流れ、全身調整、そうですね、自然な、方法で、自己注力を、上げていく、そういう整体を、20年以上、行っています。東洋医学系、気を、ね、整える、その波動的な、調整になるんですけども、本当に一種独特なね、本当にどこに行っても多分受けたことがないような、整体というか、全身調整を、しています。最近でいうと、チャクラ療法というのもね、少し、取り入れて、非常にですね、またパワーアップしているんですけども、私が見つけたですね、この人体の緩みという現象、これが本当に不調の、ね、大きな原因になると私は思っています。日本で、ね、こう唯一やっている不思議な生態ですけども、本当にどこに行っても、ね、あまり変わらないという方はもしかしたら、その人体のネジが緩んでしまっている可能性があります。これは脳からの指令の間違いなので、筋肉をマッサージしたり、揉んだり引っ張ったり、ストレッチかけたり、温めたり、電気をかけたりしても、これはですね、一時的な回復を促すだけで根本的な解決にはなりません。ぜひね、今本院は愛知県蒲郡市でやっていますけれども、東京都目黒の駅のすぐ近く、大阪市北区南森町の駅のすぐ近くでも出張整体やっています。ぜひね、興味のある方はご連絡をしていただけるとありがたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。